どうも、竹下映画です。が、この間ね、ネットを見ていたら、こんなチラシを目にしました。はい、こちらです。あの、ラーメンチェーン店、ライライ亭でですね、9月の2、3、4、3日間、こちらでサイコロ大会を開くという告知になっております。私ね、もう、まがいなりにもギャンブルを主体としたチャンネルやらせていただいておりますんで、こちら、次に臨みたいというふうに思っております。で、その内容なんですけども、ゾロ目、サイコロの目が全部一緒になった場合は、なんと、その場でお食事代全額無料です。いやー、ライライ亭さん太っ腹。ありがとうございます。その他にはサイコロの目が4、5、6、もしくは1、2、3と連なった場合、こちらが次回ラーメン無償券。それで3つ中2つ目が揃った場合、こちらは次回300円の無料券が当たります。で、私が狙うのはもちろんゾロ目でございます。確率の方も調べてみました。ゾロ目が揃う可能性36分の1、456123も36分の1、3つ中2つ目が揃う確率っていうのが12分の5みたいですね。まあね、36分の1ね、パチンコとかで余裕で外してきましたよ。なんで自信がありません。なんで今回その当日に向けて自分の運気をコントロールしていきたいなというふうに思っております。そこで用意したのがこちらとこちら。はい、茶碗とサイコロ3つでございます。9月の4日にライライ亭に行きたいと思います。で、本日が8月の27日9月の4日に向けて35回サイコロを振ります。それでゾロ目が揃わなければ当日コローンと振った場合にスパンとですね、ゾロ目が揃う確率高まるんじゃないかと。それでは早速今日4回分振ってみたいと思います。こんなところでゾロ目が出たら当日当たるわけはありません。運気の無駄遣いは厳禁です。さあ、それではサイコロの方を振ってきましょう。このね、茶碗にね、サイコロを転がした時の音がマジでたまんないんです。さあ、皆さんも堪能してみてください。ではまずは1投目いってみます。はい、これはね、663なので、次回300円割引券がもらえる、そういった出目になっております。まあ、こんなのはね、今回狙ってないんで、あくまで僕が狙ってるのは3つとも同じ目、ゾロ目なんで、こんなものでは喜びません。さあ、続きまして2投目いってみましょう。ゾロ目が当たるな。はい、2回連続300円割引券が得られる出目となっております。さあ、3投目いっていきたいと思います。行ってこい。はい、これはもう目がないですね。バラバラですね。さあ、4投目行ってみましょう。はい、これも目がなしです。ということで今日は36分の1のゾロ目を出さずに済みました。当日までの期待値は高まっております。明日からはショートで毎日4回ずつ回してゾロ目の期待値を高める行いをしていきたいなというふうに思っております。当日私たちファミリーは全額無償でラーメンを食べることができるのかどうかご期待ください。さよなら、バイバイ。